メインレースは第26回東京プリンセス賞 S1、 距離は 1800m、 16頭立てです。それでは出走各馬を勝ち馬の吉田博之さんに解説していただきましょう。まずは1番のローエンプリンセスです。はい、まあ、遠征から戻って体は増えてきましたけれどもね、はい、やはりもう少し、暮らしてほしい感じはします。続いて2番はミラクルスターです。ここに来て、まあ、スタートが良くなったということもありますけどね、レースぶり良くなってきましたし、状態の方もね、引き続き良さそうです。はい、そして3番ネコチンチラはいかがでしょうか。まあ、少し体がね、まあ、寂しいというね、腹が上がったかなっていう感じはちょっとしますけれどもね、はい、まあ、気配などはね、はい、まあ、悪くありませんけど、そして4番アスカリーブル、3番人気ですね、はい、こちらはね、気配もいいですね、落ち着きありますし、はい、まあ、仕上がりはなかなか良さそうですね。続いて5番です。リカチャンスはどうでしょうか。まあ、体増えてね、まあ、来ましたし、まあ、もちろん増えてもね、全く、まあ、重いとかそういうことはありませんけれども、まあ、気配もいいですし、はい、あの調教の稽古の動きを見ますとね、やっぱりここに来て力をつけているなという印象はありますね。そして6番のグレコ、4番人気です。はい、まあ、初コースになりますけれどもね、はい、まあ、とてもポートインクルでも落ち着きありますし、まあ、そういう面での心配はなさそうですね。はい、まあ、軍隊で上がりましたからね、あとは力関係だけでしょう。はい、続いて7番です。レイモニはどうですか。はい、そうですね、まあ、ここ2000ユングフラウ景品杯とね、はい、まあ、馬体重的にも変わりませんし、まあ、安定した状態で、今回も出走できていると思います。はい、そして8番の競泳ペトラです。はい、そうですね、まあ、こちらもちょっとね、細くなってしまったような感じしますしね、まあ、もう少し、ふっくらしてほしいですね。はい、今日はマイナス9キロでの出走です。そして9番エンジェルツイート、一番人気です。まあ、馬も落ち着きありますし、まあ、前走は、まあ、まあ、もう一つちょっとね、ローテーション狂ったということもありましたけれども、はい、今回はきっちり乗り込んでいますから、まあ、調教の動きを見てもね、出来は万全だと思います。はい、そして2番人気の10番紅葉タレイヤです。まあ、少し増えていますけれどもね、まあ、腹面もすっきりしていますし、そうですね、友のなかなかね、いい配慮をしている馬ですから、はい、まあ、確かにいきなり今度は1008できついですけどね、まあ、素質は、感じられますね。はい、そして11番のアイキャンデーです。はい、まあ、デビューした頃のね、まあ、スピード、もう一つレースで今生かせないでいますからね、まあ、その点が鍵ですね。はい、状態自体は悪くないと思います。はい、続いて12番です。ショコラベリーヌです。前回久々でね、休み明けで減っていたのは気になったんですが、はい、まあ、まあ、もう少しやってもいいかなとは思いますけれども、体も戻ってきましたしね、まあ、稽古もしっかり消化できていますから、まあ、暮れの3着ぐらい走れば面白いとかあっていいと思うんですけど。はい、そして13番のグラッツェラです。はい、まあ、こちらは、まあ、一連ね、順調に来ていますしね、まあ、調子はね、引き続き良さそうですね。はい、14番はブライダルコーラス、どうでしょうか。はい、ま、この馬も前走勝った後、ま、状態の方はね、体も増えていますし、はい、ま、さらに調子は上がっている感じがします。そして15番コテキタイです。はい、ま、この馬も初コースになりますけどね、はい、馬はとても落ち着きありますし、もともと北海道で右回りで走っていたわけですからね、はい、コースは問題ないと思いますね、周りは。そして16番のレディーソルジャーです。
桜花賞にしてもね、そう悪い内容ではありませんでしたし、はい、まあ、今日も気配もいいですからね、うん、まあ、この馬の力は出せる仕上がりだと思います。はい、今日のメインレース第26回東京プリンセス賞 S1、 距離 1800m はご覧の16頭で争われます。発走時刻は8時15分です。さあ、ここからは勝ち馬吉田さんの注目馬見ていきましょう。まずは本命の9番エンジェルツイートですね。はい、まあ、やはり、桜花賞の時よりはですね、はい、ユングフラグを使って桜花賞というローテーションがちょっと狂ったということもありますけどね、うん、やはり一番の範囲は出遅れに尽きるということだと思いますけれども、はい、別に花にはこだわらなくてもレースはできるのではないかなというね、前回の桜花賞の内容からしても思いますから、うん、はい、小敵隊が逃げてもね、その2番手で、折り合えばいいかなとは思いますけど、うん、その前走のスタート出遅れが、そうですね、ですから、あれで、そこそこね、最後までこうまた差を詰めたようにね、ずたずたにならなかったっていうのはね、はい、かえっていい経験だったんじゃないかとは思うんですけれどもね、そのスタートのことを考えても、この今日の枠というのはどうなんでしょうか。そうですね、それほど強力に内から行く馬はいませんし、はい、小敵隊はやはり行かなくては持ち味の出ない馬ですから、エンジェルツイートも、短い距離ならですね、はい、小敵隊に負けないぐらいのスピードはもちろんありますけれども、船橋のジョッキー2人で競るともちょっと考えられないので ね、その辺は折り合いをつけていくのではないかと思いますけれどもね、はい、昨日の羽田杯みたいなことはないんじゃないかとは思うんですけれども。そうですね、昨日本当に羽田杯ありましたね。そうですね、ちょっと予想外のちょっと早いペースになりましたからね、はい。そして対抗ですが、15番の小敵隊を挙げていただいています。確かにね、桜花賞は展開も楽でしたけれども、はい、やはり今回もですね、差し馬が有力馬みんな差し馬ですからね、はい、エンジェルツイート以外はみんな差し馬ですから、それほど早めに動くということもないと思うのでね、はい、展開が向けばというところですけれどもね、そして黒三角が10番の紅葉タレイヤですね。正直単勝の魅力というのはこの馬だと思いますね、はい。確かに1004までの経験しかありませんから、1008に伸びどうかということはありますけれども、はい、前回あたり前走のレースも1番枠でね、逃げた馬の後ろにいて、びっしり砂かぶってもね、全くひるむところもありませんでしたし、はい、直線外へ持ち出しての伸び足は、ほぼ、馬なりみたいな勝ち方でしたからね、それであれだけの時計で走っていますから、はい、あと2ハロン伸びて同じ足が使えるかということは、今日やってみなければ分かりませんけれども、なかなかこうレース後の反動があって、順調に使えなかった馬がですね、はい、ここ1本に絞って、仕上がり自体は、むしろ今までで一番いいのではないかと思えるぐらいですので、はい、ちょっと未知の魅力はこの馬がやはり一番でしょうね。なるほど。そしてこの挙げていただいた3頭以外にも気になる馬がいたらぜひ教えてください。そうですね、やはりこのリカチャンスがですね、確かに小敵隊を追いかけて捕まえられなかったっていうのはね、不満は桜花賞ありますけれども、はい、ここに来てのこう充実ぶりはやはり目立つ一頭ではないかなと思いますね。それから4番のアスカリーブルは、刺してね、確実に伸びてきますから、はい、前回もボボ相手で、いい内容でね、一番牝馬なんとか使ったうちでは先着しているわけですから、はい、そういう強みもねやはりあると思いますね、はい。1800m 初蹴りという馬が多い中でどんなレースになるんでしょうかね。そうですね、小敵隊とエンジェルツイート、はい、この馬が要するに先行争いがどのぐらいのペースで、小敵隊のペースで落ち着くのかね、はい、エンジェルツイートあたりが早めにトライに行くのかとか、その辺でちょっと変わってきますけれどもね、はい、楽しみです。本当にこのメインレースですね、第26回東京プリンセス賞 S1
フリゲートの16頭で争われます。発走時刻は8時15分です。それではメインレース東京プリンセス賞の買い目狙い目を勝ち馬の吉田さんに紹介していただきましょう。今度は3連単で挙げていただきました。ね、一応、エンジェルツイートがですね、はい、小敵隊が逃げても、右回りでしたら2番手で折り合って、抜け出せるかなとは思っていますけれども、はい、まとめて任す可能性があれば、こういうタレイヤかと。はい、一応この2頭単の買ってみたいのはこの2頭ということでね、この2頭をちょっと1着固定で、3連単にしてみました。はい、先ほどの第10レースでは見事3連複を的中させましたけれども、この3連単メインレースどうでしょうかね。なんかちょ思ったような展開になってくれるかというのは一つありますけれどもね。はい、小敵隊を、エンジェルツイート、以下先行馬がどのくらい追いかけるかによってペースが違ってくると思いますからね。はい、昨日の羽田杯のようにちょっとランペースになるとね、やはりじっくり構えた差し馬が対等ということはあるとは思いますけれども、はい、一応、エンジェルツイートとね、紅葉タレイヤに期待してみました。はい、一番人気でも 39.7 倍となっていますので、ぜひ皆さん参考になさってください。以上、買い目狙い目ご紹介しました。それでは第26回東京プリンセス賞 S1 本馬場入場です。第11レース重賞グランダムジャパン2012農林水産大臣賞典第26回東京プリンセス賞競争 S1 距離 1800m の出走馬をご紹介いたします。1番ローウェンプリンセス、馬体重 416kg プラス5、上田健人騎手 54kg。 2番ミラクルスター 455kg プラス3、柏木武博騎手54kg。 3番ネコチンチラ441kg マイナス10、中村翔平騎手54kg。 4番アスカリーブル451kg プラス1、今野忠成騎手54kg。 5番リカチャンス486kg プラス7、本橋幸太騎手54kg。 6番グレコ442kg マイナス2、酒井秀光騎手54kg。 7番レイモニ442kg増減なし、杉村和樹騎手54kg。 8番競泳ペトラ405kg マイナス9、佐藤博則騎手54kg。 9番エンジェルツイート476kg マイナス4、森大斗騎手54kg。10番紅葉タレイヤ533kg プラス6、戸崎啓太騎手54kg。 11番アイキャンディ491kg マイナス3、的場文雄騎手54kg。 12番ショコラベリーヌ492kg プラス6、吉田実騎手54kg。 13番グラッツェーラ448kg プラス1、真島大輔騎手54kg。
14番ブライダルコーラス、410キロプラス7、山崎誠司騎手54キロ、15番コテキタイ、450キロプラス5、張田隆騎手54キロ、16番レディーショルジャー、436キロプラス1、吉原博人騎手54キロ。以上16頭です。それでは東京プリンセス賞の開始馬を吉田さんに解説していただきましょう。2番のミラクルスターです。はい、まあ、気配は、ね、なかなかいいですしね。うん、はい、こういうオタレイヤですかね。はいはい、まあ、動きは、ね、まあ、とてもすがるいですし、うん、まあ、やはりデビュー以来では一番かもしれませんね。お、そして11番のアイキャンディーですね。キャンディーも、ね、結果は出ていませんけれどもね、まあ、動きはね、うん、まあ、追い切り見ても決して調子悪いとは思いませんけどね。はい、そして9番のエンジェルツイートです。はい、まあ、追って、まあ、馬もね落ち着いていますし、うん、まあ、これでしたらね、まあ、花切らなくてもね折り合っていけるかなっていう感じはしますけどね。はい、はい、そして4番のアスカリーブルです。はい、まあ、多いコースもね何度も走っているので馬も落ち着いていますし、うん、そうですね、まあ、とてもいい気配に見えますね。はい、はい、そして14番のブライダルコーラスですね。はい、まあ、こちらはまあ初コースですけれどもね、はい、馬に落ち着きありますし動きもいいと思います。うん、そして12番のショコラベリーヌ。はい、そうですね、まあ、一度使ってですね、はい、まあ、気配も良くなってきましたし、うん、上向きだと思います。はい、そして15番ですね、コテキタイです。はい、まあ、ババ入ってきてからねかなりちょっと気合入ってきたかなという感じでしたけれどもね、回収までちょっと馬も落ち着きを取り戻した感じです。はい、そして6番のグレコですね。こちらもね初コースですけれどもね、はい、ババ出ても馬落ち着いていますから、まあ、力を出せるでしょう。はい、そして5番のリカチャンスです。はい、まあ、こちらもまあ多いはねもう何回か走っていますから、はい、まあ、問題ありませんしね、うん、まあ、調子は上がっていると思いますね。はい、1番ローエンプリンセスですね。うん、そうですね、まあ、この馬なりには、まあ、なんとか状態は保っているかなという感じです。はい、今日の天候は曇り、そして馬場状態は不良で行われています。そして3番の猫チンチラです。うん、そうですね、まあ、馬自体はね、まあ、落ち着いていますから、うん、まあ、まずまずですか。はい、各馬そろそろ待避所にもう戻ってきましたね。はい、7番のレイモニの姿も見えますね。はい、うん、まあ、馬はね、まあ、まずまずずっと変わりないんですけどね、はい、結構こうなんていうかもう一つレースぶりがちょっと荒削りっていうようなところがねちょっとありますからね、もう少し器用なレースができればいいかなと。この馬もね姉妹はしっかりしている馬ですから。うん、そして16番のレディーソルジャーです。まあ、こちらもね、このぐらいの距離もねまだまだ対応できそうになってきましたね。力はつけていると思います。はい、13番グラッツェラ。はい、もうこちらはね前走、まあ、羽田杯勝ったアートサハラの佐野内2着ですからね、はい、ランペースにでもなったらまた、今度はこの馬かもしれませんね。おそして8番のキョウイフェドラです。はい、まあ、もう少しね体がまあ増えてくればねいいんですけどね。うん、今日はマイナス9キロですね。ということでここまではメインレース第26回東京プリンセス賞の開始馬解説していただきました。そして現在の単勝オーツですが、一番人気変わらず9番のエンジェルツイート 1.6 倍ですね。そして2番人気が10番の紅葉タレイヤで 6.1 倍、この2頭が 10倍を切る人気となりました。少し変わりましたね。でもエンジェルツイートがね随分かぶりましたね。はい、3番人気は6番のグレコですが 10.6 倍、そして4番人気4番のアスカリーブル 11.1 倍と続いています。それではここでプレゼントのお知らせです。こちら
トリプルクラウングッズ第1弾羽田杯キャップを番組をご覧の5名の方にプレゼントいたします。色は2色あります。こちらはホワイトですね。このホワイトの他にネイビーもあります。そして裏側はご覧のようにトリプルクラウンのロゴが入っています。フリーサイズですのでぜひ皆さんどなたでもお使いいただけると思います。素材は綿 100% で柔らかいですよ。ぜひ皆さんこれからの季節ぜひこのキャップをかぶって競馬をお楽しみください。それではプレゼントの応募方法です。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、番組へのご意見、ご感想を明記の上ご覧の宛先までご応募ください。応募の締め切りは来週14日月曜日、当日の消印有効とさせていただきます。なお色の指定はできませんのでご了承ください。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。東京シティ競馬ツインクロレースメインレース第11競争を迎えました。農林水産大臣賞典第26回東京プリンセス賞 S1 3歳牝馬クラシック第2戦です。 1800m 今年は16頭で争われますグランダムジャパン2012 3歳シーズンの対象レースです。今年の東京プリンセス賞不良馬場でレースが争われます。3年続けて不良馬場、過酷なコンディション、3歳牝馬たちの一戦、東京プリンセス賞16頭枠入り完了。スタートしました。注目の先行ポジション争い、出ていくのはどの馬か。真ん中から押して9番のエンジェルスイート行きました。エンジェルスイート一気に花に立っていきます。2番手に11番アイキャンディ、外から大花賞馬小敵隊上がっていきますが、今3番手の一線並んで10番紅葉タレイヤ、内に5番のリカチャンスで1コーナーのカーブです。その後ろ6番のグレコ、それから4番のアスカリーブル、中段に構えたのは7枠2頭グラッツェーラ、ブライダルコーラ、そのうちに3番ネコチンチラ行きました。少しずつ展開縦に広がって前は2コーナーのカーブ、先頭9番エンジェルスイート、2馬身ぐらいリードを取って向こう上面、11番アイキャンディ2番手、直後3番手に15番コテキタイ、内を通りまして5番のリカチャンス、その後ろからは10番の紅葉タレイヤ、2馬身から3馬身差、6番のグレコ手が動いています。並んでくる13番グラッツエラ、内を通って4番のアスカリーブル、あとは3馬身4馬身と離れて3番ネコチンチラ、それから14番ブライダルコーラ、離れまして後方16番レディーソルジャー、内には8番競泳ペトラ、並んでかわしていく7番のレイモニです。あとは12番のショコラメリーヌ、2番のミラクルスターといってしっかり1番ローエンプリンセス、前は3コーナーのカーブ、9番エンジェルスイート先頭600を切りました。リードが2馬身ぐらい、押している11番のアイキャンディ2番手、3番手には15番のコテキタイ、その後ろから上がってきた4番のアスカリーブル、アスカリーブルぐん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 前に迫ってくる。4コーナーのカーブ、先頭9番のエンジェルスイート直線コースに向きました。2番手に上がってきた4番のアスカリーブル、一気に前に迫ってきたアスカリーブル、エンジェルスイート2頭が並んで今度はかわしました。4番のアスカリーブル先頭に変わった。2番手9番エンジェルスイート、その後ろ15番コテキタイ、3番手200を切った、その後ろから16番のレディーソルジャー追い込んでくる。堂々と先頭は4番のアスカリーブル、リードを広げました。エンジェルスイート2番手ですが、外から16番レディーソルジャー追い込んできて2番手に接近、先頭4番アスカリーブル降臨。4番アスカリーブル堂々と抜け出して第26回東京プリンセス賞を制しました。4番アスカリーブル勝ちました。今野忠成騎手ということで、4番のアスカリーブルが1着入線です。そうですね、本当に今野騎手昨日について見事としか言いようがありませんね。はい、エンジェルツイートがね、一気にいって、中段ぐらいからね、徐々に進出していきましたし、4コーナーの行きっぷりはちょっと違いましたね。一気にもう直線もう並ぶ間もなく抜け出しましたね。エンジェルスイートもね、よく頑張ってはいましたけどね、
まあ、小敵隊も逃げないでよく頑張りましたけれども、まあ、外からレディーソルジャーが、まあ、いい足で追い込んできましたね。これにはちょっとびっくりさせられましたけれども、はい、ということでこの第26回東京プリンセス賞 S1 1着入選は4番のアスカリーブル、2着入選9番エンジェルツイート、そして3着16番のレディーソルジャーという結果です。そしてこのまま確定しますと締め切り直前のオッズでは普通馬服が4番9番で 8.4 倍、馬単が4番9番で 23.5 倍、三連複が4番9番16番で 319.6 倍、三連単が4番9番16番で1458.7 倍となっています。お手元の勝ち馬投票券は確定するまで大切にお待ちください。画面では第26回東京プリンセス賞 S1 を制しました、このただなり騎手、そしてアスカリブル号の姿が見られますが、もう泥をかぶって泥んこになりながらももう本当に笑顔が絶えませんね。まあ、昨日に続いてね、はい、まあ、重賞連覇ですからね。うん、びっくりしてます。本当にびっくりしてますか。はい、逃げ馬が人気馬でした。追いかけた組の手応えが怪しくなる中、絶好の手応えでした。そうですね、まあ、鹿島先生からも指示があったんで、まあ、その通りうまく乗れたんで良かったです。かわすところもあっさりでした。そうですね、追ってすごいいい反応してくれる馬なんで、並んだ時は勝てるかなと思いました。もう今野騎手もニコニコですけれども、素直に今のお気持ちを。いや、まあ、2日このお立ち台に立てれてすごい嬉しいです。ファンの皆様に今日はね、雨も降りまして、悪天候の中、足元の悪い中集まってくださってます。ファンの皆様に一言お願いします。あの2日続けて今野ですいませんでした。また頑張っていきますので応援のほどよろしくお願いします。今野忠成騎士でした。大きな拍手をお送りください。はい。